輪島市の、海岸沿いの集落につながる道なんですが、もう元の姿がどのようになっていたのかがわからないほどになっていまして、この崩れた道路を住民の皆さんが歩いて道なき道を進んでいきます。できるだけガスコンロのガスとか、はい、ちょっとガスボンベ、はい、持ってきたんで、どこ置きます？なんか孤立のなってらんって言われとったもんで、ここですか？ここはあの地区的には大谷地区で、あの町内の地区の入るんですわ。あ、そうそうそう、うん、なかったんで皆さんちょっと、うん、支援物資があの下山とか行っとるんですけど、こちらへ届いとらんがですよ。ちょっとおお、お疲れ様です。今ウニュー町あの各あの断絶しとるところなんですけど、自衛隊さんの方から、衛星電話をお借りしてつながってるかを試させてもらいました。あそこのお母さんって分かります今？え、どこ？そこ上の九度さん。はいはい、九度さん今子供送ってどっか行った方がいいんだよね。一緒に行ったっていいかな。もし搬送するんでしたら、今一緒にできたら一緒の方が多分いいと思いますけども、一応聞いてもう大至急してくれっては伝えました。あの出れるままに捨てればいいのかな、うん、けど今日来るかも、明日の朝かもしれない。ちょっとまだ私ももう一回電話しますけ ど、 あ、電話あ、はいはい、はい、降りれると思います。こっちはい、降りれます。はい、今調整中でいいんですね。来るかまだ分かんないですか？はい、そうです、大至急来てほしいんで、まだこっち電話お願いします。はい、すいません。来るっぽいんで準備の方だけお母さんしっかりちょっとしてもらっていいです？はい、すいません。区長さん、はい、そこももう道路は陥没で、あの海岸線の方の道ももう今日さっきお伺いしたところも全然ダメで、みんな山越えしてなんかこう行ってるような状態。とにかくもう両方なので、ここはもうとにかく孤立なんですよ。でそれが初めその孤立してること自体もわからない。とにかくもうその、通信がもう、地震直後にもう途絶えちゃったんですよ。で防災無線もないんです。だからこう海ですよね。でもう地震が来た時はもう体感で、あ、これ震度 1?2? とか思うのが精一杯で、そこから地震の後の津波が来るかどうかもまずわからない、そんな状態で、とにかく逃げれ、どこに逃げればいいのか、高台に逃げればいいのか、逆に高台、あの津波が来ないんだったらこっちの方でこうあの いた方がいいのか、上の方行ったら崩落が、あの崖の崩落があるので、だからどっちに逃げればいいのかわからない。とにかく私たちにすれば情報が一番ちょっと欲しかったです。まあ今でもそうなんですけど、ようやく今から ヘリで、はい、あのどうですかお気持ち？まあ安心しました。とにかく今ヘリが来るそうですけれど、大丈夫ですか？多分いろんなことを確認してから来ると思うんで、もしかしたらすぐ行きますよ。大丈夫ですか？よかったです。
今あの音は自衛隊のヘリコプターで、あの金沢かどっか行ったし、急急なんだけど、ちょこれはあのうん、衛星電話へ、だから衛星電話で自衛隊の方の、うん、そう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 、だからもし金沢行ったらよろしくね。皆さんやはりあの食料もそうなんですけど、まあ、これから寒くなっていくので暖を取るのに非常にまあ苦労されているという話もまあ聞いております、はい、まだまだ道の開削には時間かかりそうですけれども、どういうふうにこう物とか運んでいきますか。私たちができることについては、まあ、徒歩であのリュックに物を、積んで、まあ、直接孤立させたいに、まあ、物資を持っていくことしかちょっとできないんですけど、今はそういった活動の方をしています。